しい桜に挑戦したようなね。今回は特別に私専用のページを作っていただきました。やっほー、桜です。私普段ショップリストという通販サイトで服を買ったりしてるんですけど、今回はショップリストの中でお気に入りの韓国ブランドさんで大量購入をしてきたので、そちらを紹介していきたいと思います。私普段からめちゃめちゃショップリスト愛用してるんですけど、とにかく使いやすいっていうのが私すごい気に入ってるんですけれども、今回紹介する韓国ブランドさんとか特にショップリストで購入のみ日本からの発送になって最短で翌日に発送されるので、本当に早くて便利だなって思います。早いのってすごい自分的にありがたいので、これがすごいお気に入りのポイントって感じです。あと日本初上陸の韓国アイテムなどがたくさんあるので、最近韓国に行けない時期じゃないですか。韓国好きのね、まあ私とか皆さんもいると思うんですけど、そういう方にはすごいありがたいしたまんないなって思います。あとショップリストは他のサイトと違って段ボールが別々に届いたりしないので、私的にそれもありがたいです。あと12月13日明日からですね、代官山で韓国アイテムが集められたポップアップが行われたり、サイト上でも韓国ジャックが行われたりするなど、今ショップリストが激アツでございます。あと動画の後半の方にお得なキャンペーン情報などもお伝えするので、ぜひ最後まで見てください。ということで今回はショップリストで購入したファッションをたくさんお届けしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。レッツゴー。はい、今回購入したのは66ガールズというブランドさんでね、ご購入してきました。本当にもう今すぐ紹介したい服がたくさんあるのでね、早速紹介していきたいと思います。ということでですね、まず1着目、じゃじゃん、こちらのロンティーですね。シンプルなデザインがすっごい可愛いっていうのと、このね真ん中にある文字がすごいおしゃれなんですよ。真っ黒じゃなくてちょっと青みのかかった文字なので、それもおしゃれ感出してくれてるし、あとねこちらのね真っ白のね色じゃなくて、これもちょっとねくすみのかかった感じの色なんで、なんか全体的にオシャンティーなんですよ。とにかくはい、丈感見ていただいたら分かるんですけど、ワンピース風にも着れちゃうんですよ。夏も着れるし冬も着れるしみたいな服になっております。はい、こちらは1700円で購入しました。マジで安い。はい、ということでですね、続きましてじゃじゃん、こちらのタートルネックですね。こちら色ブルーなんですけれども、例えばさっきのロンティーに首元だけ出して着ることもできるし、とにかく使い回しができるんですね。なんだろう、派手すぎないブルー、ちょっと落ち着いたブルーなので、まあ大人びることができるというか、落ち着いた色って最高だなって思いますね。あとはですね、生地がめちゃめちゃねあったかい。最近ほんと寒くなってくるので、タートルネック欠かせないアイテムだと思うのでね、私も愛用します。こちらのねお値段を2000円で買いました。これもまた安いですね。はい、ということでですね、続いての洋服はこちら、ロンティーですね。またまたこれもねシンプルなデザインとなっております。このね文字の筆体、なんか文字の形がすごい可愛いなっていうのと、さっきとまた違う感じの一番最初のロンティーと、あとこのね袖の部分、腕からが黒っていうそのデザインがすごい好きです。これもねすごい使い回しも豊富にできると思います。はい、こちらのお値段が1874円となっております。なんで本当にこんな安いんだろうっていうぐらいね、マジで安い。はい、続いてがですね、じゃん、ジャケットですね。これめちゃめちゃ可愛くないですか。デザインが普通のノーマルじゃなくてちょっと縦線が入ってるんですよ。しかもよく見るとブルーとブラウンが入ってますね。マジで大人っぽい。触ったら分かるんですけど、めちゃめちゃ暖かそうな服装なので、うん、いいかなって思いますね。これ一つのアイテムでめちゃめちゃ大人っぽくなりますし、ジャケットを着ることによってまた韓国さもね出るので、うん、いいかなって思います。はい、こちらが6000円で買いました。はい、ということで続いてがこちら、今回紹介するアイテムで初めてのニット、このグリーンもまたまたちょっと暗めのグリーンと言いますか、なんか本当になんか大人っぽい服が多いなと思うので、私も大人びたい時期なのでめっちゃいいかなって思うんですけど、あとですね見てください、こちら袖とあと下の部分ですね、わかるかな、下の部分ここですね。ここが生地が普通のと違うんですよ。こことここが違う生地になってるので、それも変化楽しめるかなって思います。あとこちらなんか重すぎないニットなんですよ。軽いぐらいのニットなので、アウターとか着てもボワってならないので、すごい女の子にとっていいと思います。こちら2082円で買いました。マジで安い。続いてがこちらですね。これはなんかマジでザ韓国みたいな、いや韓国さマジでありすぎてやばい。めったにね赤とか着ないので、ちょっと今回挑戦の気持ちも込めて今回赤選びました。こちら生地がね固めなのでゆったり着れます。はい、
こちらも2082円で買いました。はい、最後の商品です。じゃじゃーん、こちらパーカーですね。グレーの色を選んだんですけれども、こちら本当にね、何もロゴとか文字とか全部ないですよ。シンプルがね、一番だと思うので、いいなって思います。あと生地がめちゃめちゃしっかりしてます。こちらがですね、3718円となっております。はい、ということでですね、一つ一つアイテムを紹介していったんですけれども、そちらでね、今回はコーデを組んだので、そちらを今直接ね来て紹介していきたいと思います。めっちゃ楽しみ。それではレッツゴー。ですね、こちらのコーデのポイントなんですけれども、ホワイト、ブラウン、ブラックの3色主に使って、まとめたっていうことと、やっぱり一番はね、大人っぽい服装を作りたかったのでね、今回こんな感じにしました。思ったよりめちゃめちゃ暖かい。なんかこう中がね、この生地になってるんですけど、めっちゃ暖かいっていうことと、重すぎないのでもう肩痛めないじゃないですか。ジャケットって痛めることとか私多いんですけど、これでね痛めないし、あと丈感なんですけれどもね、意外と長かったんですよ。ショートサイズのボトムス着てるんですけれども、それとぴったりみたいな感じで統一感も出て、すごい私のお気に入りなね、ジャケットの一つとなりました。ということでですね、こちらのコーデなんですけれども、カジュアル要素も入れながら、このコーデの中で一番結構ザ・韓国っぽさもありつつみたいな感じなんですけれども、まずこちらのですね、パーカーですね、パーカーなんですけれども、ポケットが広いっていうのもありますし、めっちゃラフに着れます。あとフードなんですけれども、フードかぶったらちょっと印象変わるんですけど、結構大きめなんですよ。なので小顔効果とかもね、すごいあるなって思います。あとですね、こちらのね、インナーですね、トップス、マジで可愛い、やばい。なかなか着ないのちょっと新鮮な感じもありつつなんですけれども、生地固めなので、ちょっとどういう感じか気になってたんですけど、なんか固めでしっかりしつつも、固めって動きにくいかなとか思ったんですけれども、結構動けます。これでもダンスできるぐらい、これで公園デートしてみたいなって思います。はい、ということでですね、じゃじゃーん、着てみました。新しい桜に挑戦したようなね、あんまこんな感じの服装着ないので、こういうちょっと系統にもちょっとこれから挑戦していきたいなって感じなんですけれども、グリーンのトップス、もう見違えるぐらいなんか大人っぽくなるのすごい好きですね。結構全部しっかりしてるので生地が、ありがたいですね。冬欠かせないなって思いますね、こちらのニット。チェックのパンツとね、合わせたのもすごいこだわりで、無地とチェックを合わせることによってね、いいバランス感が取れると思うので、皆さんもぜひ参考にしてみてください。ということでですね、こちらのコーデ、じゃじゃん、もうやばい、これめっちゃドタイプの服装なんですけれども、もう絶対言いたいのがこちらのね、タートルネックですね。めちゃめちゃ可愛くないですか。さすがに、さすがにまず色合いがマジ可愛いし、めっちゃね、体にフィットしてくれるんですよ。上にロンT着てもね、ダボってならないっていうか、ちゃんとスリムな感じになってくれるっていうのと、今ねこうやってちょっとクシャクシャに着てるんですけれども、これがまた可愛いんですけれども、またね、まだパターンがあって、こんな感じでね、曲げても使えるので、ちょっと印象ガラッと変わるのでね、2パターンでね着こなしできるので、ぜひやってみてください。これだったらもう寒い冬でも乗り越えられそうです。この組み合わせめちゃめちゃ可愛くないですか。マジで可愛い。マーコブルーで、この文字もブルーです。ボトムズもブルーっていうことでね、ブルーコーデでちょっと寝ました。これでちょっと出かけたいなって感じです。
ということでね、こちらのコーデなんですけれども、カジュアルな感じですごい可愛いなと思います。ザ・シンプルじゃないですか。やっぱりこれがもういろんな方が着やすいね、無難なねファッションだと思うので、安心してこの服には挑戦できるかなと思います。このトップスですね、黒と白のね腕の分かれ部分がすごい可愛いなって思ったんですけど、着てみるともっと可愛いなと思いました。シンプルだから着回しとかもすごいできるし、このねデザインもすごい可愛いなと思います。全体的にピタッとしすぎず、ゆるっとムカムカすぎずみたいな、ちょうどいいサイズなのですごい可愛いです。はい、今回はショップリストでアイテムを購入してコーデ紹介をさせていただきました。ぜひね感想とかコメント欄にてお待ちしております。とにかくどれも可愛くておしゃれで、しかも安くて使いやすいっていうのも一番なんですけれども、これからもねいろんなコーデに挑戦して楽しんでいきたいなと思います。ショップリストはですね、他にもいろんなブランドさんをね取り扱っていて、韓国ブランド以外にもあるのでね、そちらもチェックしていただければね、いろんなコーデとかファッションとかに挑戦できるので、それもいいですし、探しやすいっていうのもねすごいいいですし、宅配でバラバラに来ないのでね、何回も言うけど一番使いやすいのが一番のメリットなのでね、ぜひ買ってみてください。はい、最後にねお得な情報なのですが、今回は特別に私専用のページを作っていただきました。今回紹介したアイテムが全部載っているので、概要欄の URL から飛べるのでぜひチェックお願いします。またここでね素敵な素敵なお得な情報なんですけれども、この概要欄の URL から購入すると抽選で100人に1人が全額ポイントバックキャンペーンが行われているので、ぜひそちらチェックお願いします。全額ってほんとすごい、マジでえぐい。しかもほとんどの韓国アイテムがポイント10倍になるらしいです。URL からポンと飛んでみてください。この動画を通して改めて韓国ファッション大好きだなって思えたし、もう私の大好きな韓国ファッションを発信できてすごい満足してます。これからもですねショップリストを使って韓国ファッションを楽しんでいきましょう。ということで、せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ、チョベリグ。